では見事、西日本ダービー優勝されました。スーパーバンタム号、鈴木雅也調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事重勝五連勝での、西日本ダービー制発表なりました。今のお気持ちから教えてください。ああ、考えられないですね。嬉しいです。最後、首さの大接戦でした。どんな思いでゴール前ご覧ってました。ですね、もうかわされたかなと思ってたんでね。うん、あのテレビは見ませんでした。はい。勝ったと分かった瞬間は、どんな思い込み上げましたか。あ、みんなが、来てくれたんで、勝ったよって言ってくれて。 あ、そうなんだと思いました。はい。ただこのレースに向けての仕上がりというのはどうだったんでしょうか。仕上がりは順調に来てたと思います。ただ輸送がどうなるかなって思ってたんですけど、思ったほど体重も減らなかったんで良かったと思いますで。レースはすっと2番手に取り付いてのレースでしたけれども、どういう風にご覧になってましたか。うん、もういコーナーで折り合いはついているなと思ってたんで、あとはもう直線勝負だなと思ってましたけど。 直線うちのコーチのマガシブとかったですね。そうですね。うん。まあ見れなかったですね。はい。まあでもこれで今年無敗八連勝で重賞五連勝となりました。すごい今なりましたね。そうですね。びっくりですね。本当にこんな馬がいるんだなと思って感心してます。この馬のいいところどんなところですか。いや、走ってくれることじゃないですかね。<laughs> 本当に。 すごい成長してるんで精神的にもびっくりしてますまだまだ成長していきそうですかどうでしょうねもう大事に大事にいきたいと思いますけどはい。えー、これで今度は終われる立場にもなってくると思いますけれども今後に向けていかがでしょうかそうですねうん十分休み取りながらいきたいなと思ってます実装今の段階でのプランというのはありますかありませんもうこれが一本だったんで これから考えようかなと思ってますこの西日本ダービー7回目にして金沢勢の初制覇ということになりましたそうですねそれは嬉しいことだと思いますで、鈴木長教師にとってもここ兵庫での受賞15年ぶりになりますかね千代のドラゴンで第2回の品場特別を取らせてもらってますねはい。兵庫での住所はいかがでしょうかあ嬉しいですね では、金沢からもたくさんのファンがね、応援してくださったと思います。最後に一言メッセージお願いします。いや、応援ありがとうございました。勝ちました。ありがとうございます。鈴木雅也調教師でした。おめでとうございました。ありがとうございます。